どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、6月から7月の、燃油サーチャージが、0円っていうのがね、昨日発表されましたので、こちらね、解説していきたいと思います。これね、燃油サーチャージって何っていう人もね、もちろんいらっしゃると思うんですけども、この燃油サーチャージっていうのは、ANA とか JAL とかね、飛行機の燃料がね高騰してることにね伴って、航空券に、プラスして燃油肥料料金っていうね、付帯されて、請求されるわけなんですよね。これを燃油サーチャージって言って、支払い書の、名目では、燃油特別付加運賃とかでね、記載される運賃なんですけども、これがね、料金に付帯される。でこれが、燃油サーチャージ自体はね、2ヶ月に1回改定が入って燃料の、値段によって上下するわけなんですけども、これねどういう影響があるかっていうと、特にね国際線を発券するときに、支払い額はねかなり変わってくるんですよね、この燃油サーチャージっていうの。で今現時点は、片道について、東京ニューヨーク路線だと1万500円がかかるわけなんですけども、これがね2020年の6月から7月だと0円になるんですよね。これね非常にお得なんですよね。でこの燃油サーチャージなんですけども、国内線の場合はこの運賃って内訳みたいなのに入ってこないんですよね。で国内線の場合値段が変わらないかっていうと、含まれてるっていうイメージで、燃油サーチャージが下がれば下がるほどね、国内線の値段も下がっていくっていう感じなんですよね。国際線はこれが上がれば上がるほど、値段が高くなってるっていう感じになるわけなんですよね。で、まずねこの ANA の場合、国際線の東京ニューヨークのね、明細をちょっと出しておきますけども、ここに入ってますよね。燃油付加特別運賃1万500円っていうのがね入ってますね。これが片道で今かかるわけなんですけども、片道1万500円っていうことなんで、往復で2万1000円かかるんですよね。普通の航空券を購入して買ってもかかりますし、特典航空券で取ってもこれかかるわけなんですよね。ですので、ANA マイルをねたくさん貯めたとしても、燃油サーチャージ代っていうのは、基本的に必要になってくるわけなんですよね。今発券すると、2万1000円はね、確実に支払わなくてはならないっていうふうになるわけなんですよね。でこれが、燃油サーチャージがね0円になるということなんで、往復で2万1000円値段が下がるわけなんですよね。さらにっていうわけじゃないんですけども、これは1人の金額ですよね。ですのでこれ座席数によってね、値段が変わっていきますんで、もし4人家族等々でねこの海外旅行とかでね行かれる際は、片道4万2000円取られるわけなんですよ。ですので往復ね8万4000円取られるんですよね。かなりな金額になりますよね。っていうのがねこの燃油サーチャージなんですよね。でこれのこの燃油サーチャージがね0円になるのが、6月から7月の発券分っていう風になるんですよね。でこの燃油サーチャージが0円っていうのが、6月もね今自粛やっておりますよね。で6月7月もね飛べないって思う方ね多いと思うんですけども、この燃油サーチャージのね金額っていうのは乗る日じゃないんですよね。必要になってくるのは、航空券を発券した時にこの燃油サーチャージっていうのがかかってくるんですよね。ですので今6月の航空券を発券しても1万5000円取られるわけなんですけども、これを6月7月に移して発券するだけで0円になるっていう感じなんですよね。ですので1年先とかのね、旅行とかももちろん6月から7月の間に発券すれば、この燃油サーチャージね0円で済むっていうことになるんですよね。ですのでちょっとね今まだ4月の半ばということで、かなり早いですけども、6月ね入ったらですね、今後のね旅行の予定っていうのもね立てていただけたらなと思います。0円になるわけですからね、かなりでかいですよね。でこれがね仮にこれ燃油サーチャージが下がるということですんで、今後ね SFC 事業
検討されている方、ぜひね6月から7月にね、発見するようにしてくださいね。かなり値段下がりますんでね。私の動画のチャンネルでね紹介している、クアラルンプール発見の東京ニューヨークの往復、まあ、これをね、まあ、2回するわけなんですけども、1回の往復だけでね12,800円、まあ、安くなるわけなんですよね。ですね、これ往復にすると、25,600円値下がりするっていうことなんで、まあ、かなり大きい金額はね、下がりますよね。ですので、もしね国際線の SSCC をね海外発見で考えられている方は、まあ、6月から7月ね、まとめて発見するようにしていただけたらなと思います。次にね、じゃあこの年輸サーチャージが6月から7月に発見すれば、まあ、値段は下がるということはですね、今現時点で特典航空券等々でね、まあ、予約を持っている方、これどうなるかっていう感じですよね。で、前に発見しててね、まあ、半年後、1年後とかね予定がある方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、そういう人はもう発見している方はですね、この燃油サーチャージ代払ってるわけなんですよね。そういう人はどうなるかというと、返金受けることができるんですよね。ですね、この返金方法もね、解説していきたいと思います。で、まず、1つ目が、日程を変更する。まあね、もう予定組んでる方で、まあ、ツアーとか入ってたらねちょっと厳しいかもしれないんですけども、出発の日とかね、まあ、帰る日とかね、まあ、どちらでもいいので、まあ、日程をずらすとですね、また再計算で、この燃油サーチャージっていうのが計算されますんで、そうすることによって、もし今ね、1万円とかね2万円とかの片道この燃油サーチャージで払ってる分は差額を受けることができます。次に、同一の日でも、別の便に、ね、変更する、まあ、時間を変更させるっていうことですよね。まあ、こちらもね差額受けることができますので、まあ、こちらもねちょっとね検討してみていただけたらなと思います。で、こちら3つ目なんですけども、こちらね ANA はちょっと対象ではないんですけども、 JAL の場合はですね、そのまま返金してもらうこともできる可能性がありますんで、ちょっとやり方はですねこの動画の概要欄に書いておきますんで、まあ、そちら参考にしていただけたらなと思うんですけども、 JAL の場合はねそのまま返金が受けることができる可能性があります。ただしねこれね予約の変更日に、同便同クラス同座席数ですね、の空席がある場合のみというふうになりますんで、まあ、その点だけはねちょっと覚えておいていただけたらなと思います。いかがだったでしょうか。今回はですね、燃油サーチャージの、金額の変更についてね、解説させていただきましたけども、これからね特典航空券等々を、発見する予定のある方はですね、ぜひ6月7月中にね、発見するようにしてくださいね。まあ、これだけで、まあ、家族4人旅行だったら、まあ、8万円ぐらいね節約っていう風になりますんで、かなり大きい金額になりますよね。ですので、その点だけはね今ちょっと7月のね半ばで、6月までね覚えてないかもしれないんですけども、ちょっとね頭の片隅にね置いといていただいて、燃油サーチャージでね本当にこれねバカにならない金額になりますんで、まあ、一つね覚えておいていただいて、その期間にね発見していただけたらなと思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。